ただ銀銅山1、ただ銀銅山は、旧設国、現在の兵庫県川西市、稲川町及び大阪府池田市の広範囲にわたり、行道が開け掘りされてきた銀山の鉱山遺跡である。2015年10月7日、ただ銀銅山遺跡として、国の史跡に指定された。主な鉱石は、大道鉱、武智道鉱、片円鉱、 輝銀行及び自然銀であり、鉱脈の成因は熱水鉱床である。ただ銀銅山は、大阪平野中心部から、北約20キロメートルの中国山地南東、北雪の山並みに広がる十数キロメートル四方に及ぶ鉱脈の総称で、漢文年間に本格的な再鉱が開始されてから、 昭和48年の平山までの間、採掘の場所や規模及び主体者を変えながらも、ほぼ継続的に銀、銅の採掘が行われた。伝承によると、東大寺の大仏造営に伴い銅を献上したことが採銅の始まりとするが、資料上の所見は、見分け文書に見える長略元年頃の野瀬採銅書設置の記事である。採銅書は、 現在の野瀬町域に所在したと考えられており、当初は摂津国の国がから両者を支給され、在京住民を雇用して再興を行っていた。公安2年からは、付近の公領や昭円の農民を、よりうど、使い人に編成して労働力として確保し、再興する体制をとったことにより、再同所が周辺村落に対する支配権を有するようになったことが知られる。 西同書は、下級官人の正家騎氏が世襲したが、南北朝の道乱寺に、死後や多大五ん家人であるのせし、塩川氏らの侵略を受け、天正5年に解体された。天正年間には、現在の稲川町域において、豊臣秀吉が鉱山開発に当たったと伝えられている。中世の鉱山経営の実態と変遷が判明する、けうな事例である。 万治三年に大口漢方で銀の含有率の高い、良好な鉱脈が発見されたことにより、本格的な鉱山経営が開始される。漢文元年には、幕府の名を山となり、銀山町が置かれ、大漢書と四つの口片番書が付信されるとともに、周辺七十四村を銀山付村として、幕府の直轄とした。漢文四年には、銀三千六百貫目。 同75万金を算出し、吹き屋の数は76件、銀山3000件と言われるほどの賑わいを見せた。しかし、その後は多量の湧水により採行が困難になったこともあり、算出量が減少し続け、天那2年には直山から受山になり、大官所も採掘の許可と運賃金の徴収などを行う役所に変わり、口片番所も廃止された。それ以降は、 村民により、小規模な再興が行われるようになるが、村民らは、大阪の有力商人との結びつきを深め、その援助を受けながら、江戸時代を通じて、主に道を再興するようになる。なお、大干書は、明治2年に廃止されるまで、多田銀道山と銀山付村を支配した。江戸時代の多田銀道山は、大阪や京都などの大都市に近接する鉱山として、 最先端の技術が用いられていたことも知られ、官営頃には、南蛮武器が取り入れられていたこと、幾の銀山に精錬技術を伝えたこと、大阪へは、素道ではなく抜け銀された、銅を出荷していたことが分かっている。また、18世紀前半以前に成立したとされる、摂州ただ銀銅山、白石武器律次第争うには、最高から精錬に至るまでの諸工程が詳細に描かれている。 この他にも、最盛期である、漢文年間に描かれたと考えられる、銀山長官ポ絵ズや、桜内銀山町御用地略絵図などの複数の絵図が、残されており、これらから、銀山地区の寒歩や、諸施設の配置と構成が判明している。稲川町教育委員会は、江戸時代の多だ銀銅山の中心である、銀山地区を対象として、平成12年度から大観所跡をはじめとする、 主要施設の発掘調査及び、漢拓郡などの詳細分布調査、資料調査等を行った。大観渉跡は、銀山地区の南部、銀山川の南西岸に位置する。明治六年の元鉱山御役所お払い下げ画岸には、建物の配置が国名に記されている。発掘調査では、明治六年の絵図に見える建物跡が検出されており、周辺には絵図に見える考察場跡や、 稲荷社のものと考えられる土壇が良好な状態で残っている。板書は4箇所あり、そのうち大阪口板書跡には、霧通し場の道と石垣5箇所の平坦面が残っており、発掘調査では建物の基礎固めと考えられる森土以降、木戸跡と考えられる柱穴などが検出された。出土遺物は17世紀後半のものであり、 口片番書の存続時期と合致している。漢方軍は14地点で確認されている。氷炭漢方軍、台所漢方軍は銀山地区の北側に位置する。路頭掘り、追掘り、横章の行動、縦行といった多様な再行跡が確認でき、長期間にわたって再行が行われていたことがわかる。また、大金漢方軍の行動全面で行った発掘調査では、 先行に用いられた闘争と考えられる長辺約9 0トル短辺7 0トルの木枠を検出した。明治時代のものと考えられ、最高から先行までの作業工程は行動周辺で行われていたことが分かった。焼けようや吹き矢などの精錬関係の移行は、主に銀山川に面した本町付近で認められる。内銀山町御用略絵図には、 吹き屋と見られる建物と対岸に、焼けようが描かれており、絵図が示す場所には、江戸から明治時代のものと考えられる2基の焼けようが良好な状態で残っている。焼けよう1は、東西2メートル以上、南北6.7メートルにわたって、石積みが残っており、少なくとも3連の窯からなっている。窯の背面にはそれぞれ、煙出しがつく。石積みの内側では、 ひねした、すさまじりの粘土層が確認されたことから、本来は釜壁を持っていたことがわかる。また、釜の周辺では、多数の三河原が認められることから、河原吹きの多い屋の存在が想定される。この対岸には、江戸末期から明治初期に建てられたと考えられる吹き屋が、昭和前期まであったことが知られるとともに、厚さ1.5メートルにも及ぶスラグ層が確認できる。また、 銀山川の川床は平滑に削られており、川床の岩盤に円形や方形のピットが掘り込まれている。これらのピットは橋脚や遺跡に伴うものと考えられ、遺跡は精錬の工程で用いる水を確保する目的で河川の水位を上げるために設置された可能性が考えられている。このように、多だ銀銅山遺跡は平安時代末期から再興が行われているだけでなく、 その経営のあり方と変遷が資料から確認できる数少ない遺跡である。また、大阪などの都市に近接する鉱山として最先端の精錬技術が採用されており、その技術は陸の銀山をはじめとする各地の鉱山にも影響を与えている。さらに、江戸時代における鉱山の管理及び生産にかかる遺構が良好に残るとともに、豊富な資料や遺構から江戸から、 明治時代に至るまでの鉱山のあり方や産業技術史を考える上でも重要である。天平時代より銅山として開発され、この時の上京館戸から算出した銅は、東大寺の大仏鋳造用に使用されたと言われるが、記録に乏しい。奈良時代に、校長12銭の抽選材料を供給した銅山の記録があるが、機内にもかかわらず、ここに、 ただ鉱山が登場していないことからこの時代の産出は疑わしい。平安時代に源の三つ中が、ただそうに、館や多大院を設けて開発したとも伝えられる。賛同の確実な記録は、鎌倉時代の長略元年、野瀬祭道書が設けられた時期まで降る。天正年間に入り、銀を産出するようになりと与と秀吉の直轄領となった。ただし、 慶長三年の豊臣氏への運上鉱は銀476枚であり、幾の銀山の62,267枚には比べるべくもない量であった。このため関ヶ原の戦い以降も徳川家康は岩見銀山及び幾の銀山のように天領としなかったと言われる。これは秀吉が地下奥深くの鉱脈を引得し、将来の蓄財に備えたためであるとする。 いわゆる埋蔵金説が存在するが、確証できる資料は存在しない。しかし、漢文年間に銀及び銅の算出が急増するに至り銀山に大漢書が置かれ、銀山村が形成され、天領となり、幕府の支配が強化された。漢文年間諸島には年間の算出口が銀千五百貫、銅七十万金に達したという。これより、前の漢英 年間より南蛮武器による精錬が行われ、行動より配布機銀が採取され、抜け銀された聖堂は、大阪道吹き合いを送られ、長崎御用道とされた。その後三室港は、次第に減少し、法永年間には年間道14万金前後、聖徳年間には年6万金前後となった。天保11年、高月藩の預かり所となり、天保14年に、 大阪大館所の支配となったが、高下元年、再び高月藩の預かり所となった。明治時代に入り、三菱が加業し、明治28年、島根県津和野の実業家、堀東十郎礼作りが、先代の堀東十郎ともの生命域で、忠鉱山という名称で採掘特許を得た。明治40年秋に始まった銀、銅の価格暴落によって、 明治41年に鉱山は休業した。昭和19年には日本工業が買収し、創業を続けたが、昭和48年に閉山した。平成19年4月には、ただ銀銅山有給の館が開館し、ただ銀銅山の歴史を紹介している。明治時代に建設された堀家製錬所後に、平成25年、多目的ゾーンと移行展示ゾーンからなる。 有給広場が整備された。このほか行動内を体験できる官報、青木官報や大観所跡などが残されている。平成27年に国の史跡に指定されたことを受け、平成30年に史跡ただ道銀山保存活用計画が稲川町により策定された。ありがとうございます。